暗い室内にて、緑の長椅子の上でポーズをとる黄色い帽子と白いドレスの女性。18世紀フランスの芸術家エリザベート・ルイーズ・ビジェルブランが1789年に描いたラ・シャトル伯爵夫人。頭には大きな黒いリボンの飾りがついた、つばが広い麦わら帽子をかぶっています。モスリン、つまり薄い木綿の生地を仕立てたシンプルなデザインのドレスに幅広のリボンを腰に巻くスタイル。これはマリー・アントワネットが身につけ流行したファッション。流行のファッションでモデルを装い、金色に輝くフレームとベルベットのカバーが付属した大きな長椅子を描いて経済力の高さを示唆し、手にした本でモデルの知性を強調した本作は、そのサービス精神が旺盛な表現でモデルの夫人やその家族に気に入られていたことでしょう。